時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらが6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしていきます。はい、今日は6月の4日になります。つながるラジオのお時間でございます。今日もよろしくお願いします。ですね、6月に入りましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。あれかな、沖縄は梅雨明けもうするのかな、まだ早いかな、なんか それぐらいですかね。はい、青森県も梅雨明けしてるのかな、してないのかな、ちょっとまだわかんないですけど、ちょっと事前収録なので6月4日今日どんな日になってるのか、自分もオンエアを聞く日に初めて状況がわかる、そんな感じなんですけどね。ということは6月に入ったということは、今年もあと折り返し、今月終わると半分っていうことなんですよね。はあ、毎年だけど早いと思っちゃうんですよね。で、7月来て8月来てお盆が来た、秋が来るでそうしてる間に年末になって年明ける、1年終わったみたいな毎年ね、なんかこんなことの繰り返しをしてるような、そんな気もしますけれどね。はい、皆さんはどんな日を、6月をお迎えでしょうか。はい、この番組ではですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com。またこちらはですね、YouTube でも配信をしております。アーカイブ配信になりますけれども、過去、今回が10回目の放送になりますので、過去のアーカイブもですね、 FM ギノワンさんの、YouTube チャンネルから、検索していただければ探し出すことができます。つながるラジオでご検索ください。ですね、私は青森県の弘前というところに住んでいるんですけど、前回ぐらいかな、3回ぐらい前ですね、リンゴがやっぱりこちら名産になってまして、私の家の周りもリンゴ畑に囲まれた家なんですけどリンゴの花ね、皆さんリンゴの花見たことありますでしょうか。なかなか沖縄の皆さんとか、ね、それ以外の地域の皆さんもリンゴの花を見るって、なかなかないかなと思うんですけど、リンゴの花が満開の時にですね、外で収録をしまして、リンゴの花が満開のちょっと映像なんかもですね、YouTube では一緒に配信をさせていただいております。はい、もしよろしければ過去に遡っていただければなというふうに思ってます。はい、この番組はあとリスラジカマイチューナーラジオで、全国どこでもリアルタイムでお聞きすることができますので、よろしければ皆様のご視聴のしやすい環境でお楽しみください。はい、それでは今日も始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様の悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、改めましてパーソナリティは松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。毎週日曜日のですね、この時間は、つながるラジオをお送りしております。私は青森県の弘前というところに住んでますのでですね、沖縄の皆さんからするとだいぶ離れたところにいるとは思うんですけども、まあ少し青森県の話たまにしながら毎回じゃないんですけどねちょっと青森とね、沖縄の架け橋にもつながれたらななんていう気持ちで、つながるラジオというタイトルをつけさせていただいてますんでね、はい、よろしければ毎週お聞きくださると嬉しいです。
ということでですね、今日のつながるラジオの、まあ、テーマというか、本題なんですけど、ここ最近、私が前の仕事ですね、新卒から約15年ほどは、アパレル業界でユニクロ、あとは GU、まあ、そういったところで店長をやったり、まあ、エリアのマネージャーをやったりとか、あと本部でお仕事したり、まあ、いろんなですね、私の社会人生活のほとんどは、まあ、ユニクロという会社から学ばせていただいたということからですね、ここ最近はユニクロの時代のお話をちょっといろいろさせてもらってるんですけど、前々回はユニクロの売り場作りについてお話をしてます。で、前回は、チームについて、チーム作りみたいな話をですね、ちょっとさせていただきました。で、じゃあ今日は何しようかなと思った時に、教育についてですね、ちょっとお話をしていきたいなと。まあ、ユニクロだけじゃないですけどね、まあ、ユニクロ時代の話を軸に今日は教育の話を少ししていきます。どんな仕事でもですね、まあ、教育というか、まあ、トレーニングというかですね、まあ、仕事を教える、まあ、もしくは教わるという環境あるかなと思うんですけど、皆さんね、リスナーの皆さんも自分で仕事を教えたよとか教わったよって必ずと言っていいほどあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあ、どちらかというと今日は教わるよりも教える側の話の立場でちょっとしていきたいなというふうに考えておりますが、教育ってね、私のこれまた失敗談なんですけど、ほぼ失敗しかしてないんですよね、私。ねえ、もう、なんか失敗だらけなんですけどね。まあ、教育でもたくさん失敗しておりまして。で、まあ、ユニクロなんでね、アルバイトさんですよね。まあ、初めてアルバイトをするよっていう、そういうアルバイトさんの方もいらっしゃるし、もちろん主婦の方もいらっしゃるし、フリーターと言われるようなね、すごくフリーダムな方もいらっしゃるし、まあ、いろんな方がこう勤めに来てくださっているんですよね。で、まあ、特にこう学生アルバイトさんとか社会人経験がですね、まだちょっと浅いとか全くないっていう方とのですね、やっぱ教育をする際、まあ、これもしかしたら、まあ、新卒とかもそうかもしれないですね。まあ、新入社員、大卒新入社員とかなると少しね、社会人経験は終わりの中で入ってくるので全くイコールじゃないことがあるかもしれないですけど、まあ、でも近いものはあるかなと思うので、そういう方々向けと教育した時の失敗談をしようと思うんですけど、まず誰かに教えるっていう時にですね、一番やっちゃいけないなと思ったことはですね、上から目線で教えるってことですね。当然っちゃ当然なんですけど、教えてやるよみたいなね、俺の通りやればうまくいくからさみたいな、そういうスタンスでいくとまず失敗しましたね。客観的に聞きゃそりゃそうだと思われると思うんですけど、意外とやってしまいがちなんじゃないかなって、私だけか思うんですけど、上から目線これダメですね。ちょっとで、まずこう大前提で、まあ、教える側ですよね、教える側の心構えというのはですね、私がこうやっぱり学んだこと、いろんな失敗をして学んだことの中から言うと、あれですね、教える相手に対してまず敬意を持つということが大事だなと思います。何もできないゼロベースの人っていう、なんかそういうふうな目線に立つっていうかですね、そういうふうなものの見方じゃなくて、いいとこ悪いとこ必ずあるわけですよ。全くゼロなんてことはないですよ。 業務の仕事は全くゼロかもしれないけど、人間性とか、なんかそれまで培ってきたものとか、いろいろあるわけじゃないですか。例えば、ユニクロで言ったら、おもてなしの心ね、サービス精神があるとか、そうやって教える前からある方もいらっしゃるわけですよね。だから、全くのなんかゼロってことはまずないから、
そういった意味で敬意を持つっていうことはちょっと自分の中で大事にしてしなきゃいけないなと思ってます。で、あとは2つ目に、自分が教えるじゃないですか、相手に。で、教えた通りに例えばやってみたりとかね、相手にねしてもらってうまくできなくて当たり前なんですよ。ね、まあ、1回2回教えたところですんなりできる方も中にはねいらっしゃるかもしれませんけど、まあできなくて当たり前なんですよ。で、そうできなかった時に、そのできなかったことをこう相手のせいにしちゃいけないですね。っていうのは自分の中でちょっとこう決めることとして思ってます。だから相手ができないのは教える側の責任、だから僕の責任だと、いうふうにちょっとやっぱ思うようにするというか、やっぱそうなんですよ。そうしないとですね、相手にとってちょっとこうなんか気持ち的に辛い思いをさせてしまうっていうことになりがちだなっていうのは経験上あります。で、例えばどういうことかというとですね、自分の中ではまあ一つの業務をですね、まあ、1から10まで教えて、まあ、フルパッケージ、これで、教えたよっていうものになる中で、教える側に例えば漏れがあってですね、教えることが本当は10個はなきゃいけなくて、フルパッケージで完成のものを途中の箇所を2箇所抜かして、まあ、個数で8個しか教えられてないと、途中の手順2個抜けちゃってるみたいな、大事なポイントだったりとか気をつけるポイントが抜けてしまってるっていう風になっちゃうと、いくらその人が相手のお相手がですよ、きちんと教わったとしても8つなんですよ絶対。 だって10個教えるべきこと8個しか教えてないわけですから で、その2個が大事、いかに大事だったとしても、実践の場でですよ、例えばお客様とか、それ仕事の場面、お客様目の前にした仕事の場面でそれが抜け出てしまって、お客様に叱られたりとか、まあお客様にお叱りをいかなかったとしても、うまくこうチームでね、やっぱ仕事をしていくっていうことになるので、そのチームメンバーにちょっとこう、しわ寄せが来てしまったりとか、迷惑がかかってしまうってなると、そのなんでそれができてなかったのかってなると、その人ができてなかったからだっていうふうにね、ちょっとこう責められてしまうことにもなりかねないわけですよ。でも、その人は悪くないんです。だって教わってないんだから。だからそれは教えた側の責任なんですよね。教えた側の責任。教えた側が抜けてるわけなんで。結構ね、もうこれって社会出てるとありがちだと思うんですよ。ないですか、経験。その話聞いたことないんだけど、みたいな。え、そうだったのとか。え、そういうふうなルールにいつ変わったのとか。そういうことの、でどこの職場にいても私結構あったんですよね。自分はあれ聞いてなかったなとか、自分が聞いてなかっただけかなとかいうふうに思う瞬間って意外とあったんですよね。なので、それはまあ仕事をちゃんとこう一から教えていくっていう、そういう、まあ、トレーニングのこうコーチの立場からすると、まず教えてない方がコーチの方が悪いよと いうふうにちょっと思うようにするってことは、まあ2つ目で大事かなと。いうふうに思いますね。あとはまあ3つ目でこう教育の上でやっぱ大事だなと思っているのは、まあ、その抜け漏れがやっぱ発生しないようにちゃんとこう事前の準備を徹底するっていうことだと思うんですよ。いかにね、こう自分がすごくこう慣れた仕事で、まあ、例えば15年ぐらいやっててね、もうその仕事一筋で15年やっててってなってるのであれば、まあそこまで事前の準備をしなくてもですね、あと何回も何人にも教えてて、その教えた人も同じようなぐらいのこう水準までこうスキルが上がってるっていう実績があるのであればですよ、まあまあ事前準備らしい事前準備をしっかりしなくても、ある程度の経験値でできるのかなと思うんですけど、やっぱそうじゃなくてですね、やっぱこう教える方にがやっぱちゃんと勉強をちゃんとしとかないといけないと思うんですよ。っていうのは我流になってたりすることもあるし、あと手順をね、大事な手順なんだけど省いてしまってたりとか、あと意外とね、まあ、長くなれば長くなるほど指摘をしてもらうとかアドバイスをもらうっていうことが少なくなってくると、
本当、我流になったりとか、この順番入れ替わっちゃったりとか、そういうね、正しい手順じゃない手順でやってたりとかもするので、そうじゃなくて、まあ、自分自身振り返るっていう意味でもですね、事前の準備をちゃんとどういうふうなこの仕事って手順でやるんだろうかっていうふうなこう順番の確認が必要だなと。もう一回、順番の手順の確認だけじゃなくて、あとは何のためにこの仕事をやるのと。これやっぱアルバイトさんね、社会に出て間もないアルバイトさんとかは、これって何のためにこの仕事をやるんですかとか、ただただこれってさ、こういう仕事なんだよっていうことだけじゃなくてですね、この仕事をやることでどういう効果が得られて、お客様にはどういう効果が得られて、あとはチーム内ではどういう効果が出られて、でもっと言うとあなた自身ですよね、あなた自身にはこんなメリットが生まれてくるんだぞまで言えると、結構最高かなと思います。 で、これも私の経験なんですけどね、挨拶ですよ、挨拶。ユニクロで一番最初に教える仕事って挨拶なんですよ、挨拶。挨拶も、おはようございますとか、ね、そういう挨拶もあれば、お客様に対していらっしゃいませっていう、そういう挨拶もありますよね。で、そのいろんな挨拶があるわけなんですけど、それと挨拶にも基準っていうのがやっぱあってですね、例えばですよ、いらっしゃいませを言うのを、いらっしゃいませって、こういうふうな声色、トーン、明るい声で言うのと、いらっしゃいませっていうのは、全く違うわけじゃないですか。お客様への伝わり方とかですね、あとはお店に対する印象とかですね、まあ、その人の印象も違うわけですよね。その人に対する印象も違うわけですよね。で、挨拶というものをやっぱりどれくらいの声の大きさでやるの、どれくらいの明るさの基準でやるのっていうのは、やっぱりちゃんとこう教えてあげないと、それぞれの人の基準で物事が始まっちゃうと良くないわけですよ。特にこうお仕事でね、お店やってるとか、まあ、仕事、お店じゃなくても一緒か、ね、まあ、職場内でもいろんな価値観と考え方が皆さん違うわけですから、で、お店は特にね、お客様が、どんなお客様が来るかわからないし、どんなお客様が来ても、そのお店っていうね、看板とか、そこのお店、どこのお店っていうのは変わらないから。 そこに対するお店の印象っていうのは変わらないから、それをこうちゃんと維持していくためには、きちんと挨拶も基準を教えるわけなんですけど、この挨拶もですね、今みたいな基準を教えるのと、あとはあなたにとってどういうメリットがあるのかと、いうことも私の場合は結構伝えるようにしてました。まあ、いろいろ失敗したからそれを伝えるようにしたんですけど、っていうのはですね、初めてのね、こうアルバイトでユニクロを選んでくれて面接に来てくださる方もいらっしゃるんです。で、中にはですよ、めちゃくちゃこう、まあ、はっきり言うと、どうして接客業を選んだのっていうふうにちょっと思っちゃうぐらい、表情もね、あまり明るくなくて、あとは声も大きくなくて、ちょっとこうユニクロとかそういうイメージから少し離れてるなっていう方の中には、面接受けに来てくださるケースあるんですよ。で、私がこう店長としてね、まだ駆け出しの頃だと、面接の段階で、まあ、そういう方はこうちょっとね、まあ、ご縁がなかったっていう風な感じの判断をしてたんですけど、まあ、店長経験をちょっと積んできた時にですね、まあ、ふと思ったことがあって、まあ、そういうね、方、ちょっとコミュニケーションにね、少し苦手意識を持ってるんだけど、でも一生懸命面接を受けに来てくれたんだなと、そういうふうに思った時があって、面接をしてる最中に、あ、ここに来るまでにきっとなんかいろんなね、こう気持ちとか乗り越えてきて、で、面接もきっと初めてだろうし、で、面接の時もね、なんか受け答えはたどたどしいし、ちょっとこう小刻みに震えてるぐらいに見えるわけですよ。そうすると、いや、今学生なんだけど、というふうなね、学生、大学1年生で入学したばっかりで、
親元離れて一人で暮らして、でそういう小さい勇気をね、こう振り絞ってこの目の前にね、面接来てくれたんだなと。そうするとこれからのキャンパスライフちょっと考えたらですよ、4年間とキャンパスライフ考えたら、もしうちのお店でこの子が元気よく挨拶できるようになったら、この子のキャンパスライフってもしかしたら変わるのかもしれないなと。でも、もうそうは言ってもちょっとね、教育するのも投資だし、時間もかかるし、最後まで寄り添えるかどうかっていうのもね、ちょっとこれは責任私もちゃんと持たなきゃいけないしと、まあ少し時間のかかることだよね。だったら、もうすでにね、明るく元気な子を採用した方がいいんじゃないかというふうな、なんかそこのせめぎ合いはありますよ。どっちを採用するかで。まあ、でも、なんかこうある時はからですね、そういうちょっとこう少しコミュニケーションうまくできてないなっていう子を、なんかこうユニクロっていう仕事を通じてうまくこう変えること、なんかきっかけになったら嬉しいなって思う仕事のこう自分の向きが変わっていった時があって、だからそういう人を採用していくことになったんですよ。積極的に全員採用っていうわけでもなかったですけど、なんか自分の中でこう可能性をあるんじゃないかって、ね、なんかこう思った方に関してはちょっと採用して、ちょっとみんなにも話をして、もうこういうふうに、ね、ちょっとこうみんなで明るくね、ちょっとこう接客できるようにしてあげようじゃないかみたいなね、そういうふうに した時があって、だから仕事を教えて、挨拶は挨拶を教えて、あなたがどう変わるかっていうのは結構言うのはね、大事なポイントじゃないかなって私はそう思ってるんですよね。で実際、そういう方を採用してですね、とっても感謝してもらった経験もあって、すごく嬉しかったんですよね、自分としても。教えて、やっぱりそのレベルに達するまでになると、なかなか大変なわけなんですけど、でも、やっぱその人が成長していく様をこうね、やっぱ見ると、こうちょっとずつね、小さい階段かもしれないけど、ちょっとずつなんだけど、こう階段を登っていって、だんだん表情が明るくなったりとか、休憩中一人でね、もう無口でずっと携帯をいじっていたようなアルバイトさんだったけど、でもなんかみんなと積極的にコミュニケーションを取れるようになったとか、それってその人のこう仕事を通じてね、やっぱ人生を変えていくきっかけになったのかなと思うと、やっぱ嬉しいわけですよね。仕事ってね、でもそういうこと面ってやっぱあるんじゃないかなって思ってます。だって1年じゃないな、もう1日のうちのね、ほとんどの時間をやっぱり皆さん仕事っていうことで、費やしてる割合多いんだと思うんですよね。そうすると自分の人生をやっぱ影響しているものっていうのも仕事っていう要素はかなり大きいんだと思うんですよ。だから、そう仕事を通じて自分がどう考えて、どう動くか、あと、教育っていう面でいくと、相手が、ね、自分がこう変わっていくことで、相手が、ね、どういうふうにこう変化の成長を見せることができるか、どこまでこう能力を発揮、ね、引き出すことができるか。みたいなですね、そういうところにやっぱ教育の面白さもあり、そのなんかね、こうハードルの高さというか、いろいろ悩むポイントもあると。でもその乗り越えた時の感動も大きいと、なんかそういう風なものだなというふうにちょっと私は思っております。教育についてですね、今日ちょっと話をしてきましたけれどもですね、まとめると、やっぱりこう、教育って素晴らしい。すげえざっくりとしたまとめになっちゃったけど、人を教えることは大変なんですけどね。でも、時間もかかることなんですけど、自分の分身をね、作るつもりでやれなんてことも言いますからね。結果的にはこう相手が成長することに自分が喜びを感じられるかどうかっていうことは一つ大きいのかなって、ちょっと思ってます。
ということで、あっという間でございますが、エンディングのお時間を迎えてまいりました。はい、毎週ですね、5時、日曜日の5時半、国民的番組の、裏番組、焦点の裏番組は、つながるラジオになっております。はい。なので、覚えやすいところにおりますので、ぜひですね、リスラジでも、毎週のラジオでも、もちろん YouTube でも大丈夫ですので、YouTube だったらね、時間も場所も関係なく、いつでも聞くことできますんでね、ぜひ、お聞きください。はい。大体、こうやって雑談レベルでくっちゃべってます。あとはですね、YouTube ご覧の皆さんは、私の横にですね、QR コードがございます。毎日なんですけど、私いろんな、こういったユニクロのお話もそうですし、それ以外の今のお話とかですね、日々感じたことを、情報発信をさせていただいております。まあ、主に Facebook とノートを使って、毎日発信をさせていただいておりますのでですね、よろしければ QR コードちょっとこう読み込んでいただいて、私にこうまつわるホームページとか、なんかそういったものを全部まとめたものになりますので、ご興味あったらですね、ご覧いただいたら嬉しいなというふうに思います。はい。ね、毎日こう情報発信するのって、ね、結構こう大変だったりもする。今でもう200日超えたくらいかな。もっといってるかな。ちょっとわかんないけど。でも去年の11月の24日から始めてですね、もう半年、もう経つな。経ったな。うん。経ちましたので、それくらい毎日何かしらですね、大体毎日夜9時とか10時とか11時頃に、まあ、ノート、フェイスブック同時に、情報発信してますのでですね、まあ、何かの、まあ、気づきだったりとか、お役に立てたら嬉しいなっていうふうな思いで発信してますのでですね、ぜひちょっと見てみてくださいというふうに思います。はい、それでは、今日もお時間ありがとうございました。ではまた来週同じ時間にお会いいたしましょう。ではさようなら、ありがとうございます。